星のメッセンジャー、立木東麗先生の当たると大人気の運勢。3月25日から4月24日までの天秤座の運勢をお届けします。天秤座の全体運。多くの惑星の刺激を受けることから、なんとなく落ち着かない毎日です。仕事運が上向きなので、働いている時間が最も充実するでしょう。健康運にもスポットライトが当たっているため、気になっている症状があったら検査を受けてみて、持病を克服すべく新しい治療法にトライしてみるのも良いこと。趣味で続けていたスポーツなどは挫折しやすく、自信を失ってしまいがち。天秤座の人間関係&恋愛、吉凶入り混じっています。仕事仲間はとても好意的で、公私を超えたパートナーシップを築くことができるでしょう。年長者や離婚経験者、お羊座に注目してください。子供にアクシデントが浮上したりして、夫と協力し合う場面があるかも。恋愛には期待が持てないとき。天秤座の美容&健康。体力増強に励むのは良いことですが、張り切りすぎて怪我をしないようにしてください。美容に時間とお金を費やすと効果がありそう。天秤座の仕事&マネー。労働環境が良くなってくる反面、金銭面には不満が出てきそう。休職中であれば SDGs への取り組みの評価が高い企業をリストアップしてみてください。天秤座の男性はどっちつかずの曇りがちな運気ですが、仕事だけは真面目に頑張っています。恋愛は諦めムードです。